赤番です。三浦に託すのは2番寺林正明、後ろにいた6番石田拓磨が一度誘導を切る形で再度最後方に戻って、4番大畑優希が同じ位置に戻って、3番深澤慎介、今度は深澤が大畑の後ろ、6番石田拓磨最後方で残り1周半、5番の福本が先頭でマーク戦、7番三浦雄太のさあ後ろから4番大畑のかましがある、最終ホームで4番大畑大逃げを狙ってきてリード4写真作りました。5番福本の後ろを取ったのは7番三浦雄太で石塚圭一郎はずるずる交代、2番寺林正明がその後4番手宮城勢中段位置ですが、大畑のかましを並ぶ間もなく抜き去って5番福本圭太のまくり返し、最終バックを通過して後方から6番石田拓磨をまくっていますが、宮城勢は現在3、4番手、その付近に6番の石田の体勢直線に向きました。5番福本が独走、2番手は4番大畑が粘って7番の三浦、さらに2番寺林3着争い、5番福本圭太降臨、2着4番大畑優輝。